みんな、三条合体トランスフォーマー4のアニメはもう見てくれたかな。ここではアニメに登場していたソードボット忍びチームのおもちゃを紹介するぞ。変形の仕方や合体の仕方を解説するから、よく見てたくさん遊んでくれ。攻撃層への合体の仕方を解説するぞ。激走丸を合体モードにしよう。腕を畳んで肩を開こう。足を開いて腰のロックを外してパーツを上げたら、この位置でロックしよう。ブースターパーツのロックを外して上に移動させたら、つま先ごと回転させよう。肩を下ろして手首を出せば、激走丸合体モードの完成だ。飛翔丸を合体モードにしよう。腕を畳んで翼とロックしよう。頭をしまって背中のパーツでロックしよう。足のパーツを開いてすねからぐるりと回して逆側でロックしよう。太ももからぐるりと回そう。足のパネルを開いてかかとを収納しよう。両足をロックして前だれを上に上げたら、足全体も上に上げよう。翼を倒して位置を調整すれば、飛翔丸合体モードの完成だ。潜水丸を合体モードにしよう。前だれを上にスライドさせよう。頭をしまって背中のパーツでロックしよう。膝をぐるりと回して足首を作ろう。太ももから足をぐるりと回そう。肩を動かしてジョイントを合わせよう。腕をサメの顔に沿わせたら、潜水丸合体モードの完成だ。では攻撃層へ三条合体してみよう。まず潜水丸に飛翔丸を取り付けよう。飛翔丸に激走丸を取り付けよう。兜パーツを取り付けて兜装着、調整すれば完成だ。三条合体攻撃層。兜や武器は合体して持たせることができるぞ。それぞれの合体モードが完成したら、激走丸のオートボットマークスイッチを長押ししよう。激走丸、飛翔丸、潜水丸、行くぜ三条合体。ライトが光り合体サウンドが鳴るぞ。合体サウンドが終わる前に変形合体を完成させると、兜装着時に特別な光り方をするぞ。兜装着、三条合体攻撃層。